吉田さん、AI が進化した、そして AI を多くの人が使えたからといって、全員が何のストレスもない正解だけの人生を歩んでいけるんですかねあの、AI とはちょっと違いますけども、カーナビってあるじゃないですか。カーナビがあるのに、人は道に迷ったり、変な方向に行っちゃったりするんですよね。カーナビね。 カーナビではこう言うけどいやでも俺よくこの道知ってんだよねって言ってねカーナビとととはは違っった選択をしてていくことって人はあると思うんですよもちろんそうしたことによってカーナビの選択よりもいい結果を生むこともあると思いますけどもあれやっぱりカーナビの通りに行った方が良かったかな引き返そうみたいなこともあるわけですよねつまりどんな模範解答があっても人はそれをどう使うのかどう判断するのかっていう結局人間の判断最後に来るんですよね AI の言う通りに やれば多分うまくいくんじゃないかなと思うのは人類すべてが AI の言う通りにやったらってことですよ。AI っていうのは一つの答えを出した時に A さん B さん C さんっていう人が同じことをやればこれうまくいくと思いますけども例えばね A さん B さん C さんのうち C さんは自分の判断で AI のけ下した決断とは違うことをやったら A さん B さんの判断もそこでね噛み合わなくなってくるつまり AI が混乱を来たすわけですよ。AI っていうのは 自分の出した答えの通りに全人類がそうなったら次のアクションもこうなるだろうっていうふうな積み上げをするはずなんですがでも AI が出した指示に従わない人間がいるってことは AI にはとてもじゃないけどもカバーできないってところでしょうねきっとうんだからね結局は最後に AI を信頼するのかそれとも AI に逆らって自分の別の判断を取るのかっていうふうな人間の頭の中が最後にありますからねうんこの YouTube をやり続けたら勝てますよとかね、稼げますよっていうふうな、まあ、AI ではないですけどもやっぱ10年、20年のベテランがこうやったら勝てるよこうやったら稼げるよって言ってもでも稼げない人って自分の判断に戻っていくでしょいや、師匠はこう言うけどでもね、俺には俺のやり方があるんだよねとか言って稼げなくなっていくんですよねバカそのものというねでもそのバカさ加減が人間っぽいのかなと思いますカーナビの話に戻りますとカーナビの通りに行かなかったからこそ お、なんだこんな道あるじゃんラッキーわむちゃくちゃ海きれいじゃんへえこの道路来てよかったなあ珍しい自販機があるわなんか崩れかけた廃墟があるぞ寄り道最高みたいなねだから何でもかんでも模範解答を採用すれば自分の人生の回答が出るわけではないってことなんですよねミスったことによるこの揺らぎがこの紛れがですね人生に絶妙なスパイスをもたらしてくれるんだと思いますよやっぱり 雨降って地固まるじゃないですけども人は間違いを犯すんですよね失敗をするんですよねそれが大きな思い出になり教訓になり勉強になるのかなと思いますけどいかがでしょうかねそれではいってらっしゃい